こんにちは、今回は懐かしの商用車コレクションナンバー5でございます。そしてもう商用車が1番から始まっても5番まで、来ました。早いものでございますね。で、夏頃にですね、9月頃かに出されたんですが、ミジェットから出されたんですが、その後ずっとサニトラとかいろいろ来て、ナンバー5番まで来ました。で、今現在ですとナンバー6番までなのかな。で、次がナンバー7で、まあそのような、勢いでいきますと、まあナンバーは10番までね、まあ行くような勢いなんですが、これはまあマツダの今回ナンバー5はマツダの K360 と言われて、ケサブロっていうね、まあこうすっとぼけた顔してるんですけども、まあある意味情けない顔してますけどね、ケサブロという車ですね。ケサブロってのは当時昭和30年代ではミジェットっていう3人トラックがありましたけども、まあそれを肩をと並べるほど、人気があったらしいですね。で、当時の時代っていうのは、日本の場合は主にこういう働く車から成り立ってると。要するにそこがある意味海外と違ったところでして、まあ、なんていうんですかね、海外は例えばアメリカとかイギリスとかドイツとかああいった国っていうのは、まあ、自動車というものが主に起点で始まっていって、そして自動車文化がまずドイツから起こり、そしてそこからアメリカ、フランス、イタリア、ドイツとか、それドイツ、アメリカ、フランス、イタリアと、イギリスっていうふうにどんどんこう広がっていったわけなんですが、日本の場合は、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、経済自体が貧しかったということもあるんでしょうね。だんだんこう日本がこう戦争やっていって、どんどんそっちの方にばっかりが行くようになってしまって、経済もどんどん貧しくなっていったと。で、そういった中で、まあ、お金を一生懸命働いて稼ぐとなったら、まあ、稼げるトラックっていうかね、まあ、稼げがちなのトラックっていうのが、まあ、必要になってきた。で、それが日本が終戦が終わって、戦後になった時に、もう敗戦という惨めなものを味わったわけですよね。まあ悲しいですが、アメリカが、原爆というものを起こして、そして広島と長崎に原爆という当時誰もが考えつかないようなものを、恐ろしいものを投げ飛ばしたと。それによって多くの広島とか長崎が被爆地になってですね、まあ、当時私の母方のおじいさんの、おじいさんとおばあさんは、まあ、昔、九州の方にね、奥山の人で、奥山から九州の方に行った時に見えたんだと。で、そこで九州の方に一時期住んでた時があって、で、その時にその九州の大分の方からその広島の原爆が見えたと。で、みんなが大騒ぎしてるのは何だろうと思って、屋根に登ってみたら、もう広島の方角がもう真っ赤な、もう炎に包まれていったという恐ろしいものを見たと言ってましたからね。だから、まあそういうふうにすごいやっぱり日本にとっては衝撃な時代だったわけですよ。で、そうして、まあそういった全部焼け野原になった町並みから復活させるには、こういう働く車っていうのが必要不可欠の時代で、で、戦後の終戦後からこう働く車がこう復活をして、徐々にますます活躍していったっていうことでですね。で、しかも昭和30年代っていうのは、まあ、ようやくその戦後のね、あれがってたと街並みから30年ぐらいかね、20年ぐらいか経って、ようやくこう街並みがこう復活してきてですね。で、そういった流れも今の時代とは違って、こう個人商店とかそういうお店が儲かっていた時代だった。だから、もうこういう働く車までには成り立ってるんですね。で、そのうち経済がだんだん1970年代ぐらいになってくると、経済がだんだん豊かになってきたから、まあ高度急成長時代っていうことですね。要するに、まあ田舎に住んでた人がどんどん都会の方に移り住んできて、で、都会の方に当時の若者たちが住むようになっていったと。で、マンモス団地とかああいったものができてくるような時代になってくると、まあよりこういう小さい車から今度は4トンのトラックだとかね、
そういった車が活躍するようになって、でそこから今度は観光に行こうという余裕が出てきて、観光バスなんかも盛んに走るようになって、路面バスも通勤バスもより盛んになってですね、で行ってきたと。でその中に、まあ、確かダイハツが1960年代あたりに、コンパーノって車を作り、そして、マツダが確か、ファミリアの前ですね、キャロルっていうのを作ったんですが、まあ、キャロルっていうとあのちっちゃい軽自動車というのを思い出すんですが、キャロルが確か600って言ったかな、あのキャロルのやつでも普通車ぐらいのでけえやつが まあ、でかいって言っても今の時代の普通車で感覚で比べたらなんだ軽自動車でさほど変わんねえじゃねえかっていう大きさになるんだけども、まあ当時 600cc ぐらいか 600cc ぐらいの今の軽自動車ぐらいのサイズでしかないんですけども、まあキャロル360cc で出して、その後キャロルのもうちょっと大きいやつを出したわけですよ、普通車バージョンをね。でそしてそういうことを出したことによって今まで商用車ばっかりに集中してきたものが、乗用車にもまあ進出をしてきたと。なしでこのマツダという会社は、戦前の時に、3人のバイクにね、まあ、リアカーとかをつなげて走ってたという、そういう時代がありましたから、まあその時に初めて60年代ぐらいの時に、軽乗用車っていうのを出して、でこれが当たったからじゃあ今度普通車作ろうって言って、キャロルのもうちょっとでかい 600cc ぐらいのね、でかいやつを作って、でそれが後のファミリアと受け継がれていくわけですね。でも今はもうそのファミリアっていう車すらもう今はなくなって、確か今その後継者としてアテンザという車がね今ありますけども、まあそういう風になってきたんですね。だから昔の普通車のちっちゃい頃の時代って言ったら本当ちっちゃいんですよ、今の車と比べて。その本当にこれ普通車なのかって疑いたくなるようですけども、昔の普通車ってちっちゃかいんですね。だから昭和50年代の時に出たクラウンですが当時はちっちゃかいんですよ。そうですね、今のビーチとかそのぐらいの大きさぐらいじゃないですかね。でもまあそのぐらいちっちゃかった。で当時はクラウンっていうのはこの時代1955年ぐらい出てましたけども、まあ当時はそういうものを買える人ってのは本当 お偉いさんしか買えなかったですから、まあ、一般の人たちはクラウンなんて言ったらよっぽどのお偉いさんじゃないと買えないような車だったからですね、初代の時は。でこれがクラウンが3代目になると白いクラウンっていうのが山村さんの宣伝に出てきまして、でそれによって、まあ、大きな会社だけじゃなくて、中小企業の会社の社長さんでも買えますよっていうことで売りに出したらですね、3代目のクラウンが爆発的にヒットしたわけですよ。それは1960年代終わりぐらい、70年代ぐらいだったからね、バーッとこう広がっていったんだけども、まあ、この時代はまだ初代のトイペットクラウンというのが、まだ走り回っていた。ただその当初代のトイペットクラウンだって、まあ、2代目のクラウンでも、まあ、当時はまだそれを持ってる人ってほんの一部の 人で、大体がこういうふうな、軽サブロのようなこういうふうな商業車に乗って、仕事してたわけね。で普段はこういうふうに仕事をして積んでいて仕事をやって、で休みになると、まあ、旅行に行ったりとか、こういう車で旅行に行ったり、こういう車で買い物に行ったりしてたわけですね。今の時代じゃちょっと考えられませんけども、まあ、昔はそこまで日本全体がある意味貧しかったんですね。だからみんな貧しかったから、結局みんな一緒に頑張ろうって一生懸命やっていったわけですね。ところが今の時代ってのはもう格差が明らかにものすごくなってきちゃったからね、もうお金持ちの人はどんどんお金持ちになるし、貧しい人はどんどん貧しい人になっちゃうしっていう、そういう格差がすごい時代になっちゃったけど、昔は、こういうみんなどちらかというと金持ちよりは、ま、貧しい人がすごく多かったので、でそういう人たちがみんなお互いに助け合いながらやってきたら、どん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 そういう人の中から金持ちになる人がこう出てきてね、豊かになっていったということですね。まあ、そんな頃の時代に活躍をしていた、まあ、車、まあ、その中の一台がホンダの、ホンダじゃない、マスランドケサブロってやつですね。この情けない顔がね面白いですけどね、パンダみたいな顔してる 顔もしてるし、こんな今でも泣き出しそうな情けないようなね、顔はしていますけども、まあこういった車が当時は街の中で活躍していたということですね。どうもありがとうございました。